はい、藤崎です。あ、うん、なんでもないの。ところで、今日は何のご用？私も今来たところだ。もうすっかり秋の気配がするね。こういうところでお話しするのっていいね。ねえ、覚えてる？私も今思い出したんだけど、確かこっちの方。一緒に帰ってもよろしくて、私の誘いを断る人はいないと思うけど、さあ行きましょう。そういえばもうすぐ文化祭ね。他の学校の友達も来るからなかなか大変だわ。ダメよ。ほら、あなたも一緒。
しかったよ。また誘ってね。そろそろ帰りましょう。
最近慣れ慣れしいのよ。何言ってあら、残念だわ。その日はちょうど空いてるの。私に命令するつもり？さっきのところでいいわ。用が済んだならもう切るわよ。
けてもよろしいかしら。まあ、私に似つかわしい素敵なものですこと、ありがたくいただくわ。はい、如月です。何のご用でしょう。ごめんなさい、その日はちょっと約束が。せっかく誘っていただいたのにごめんなさい。それでは一緒に帰りましょう。